OK。 よしてなわけでね、アンダーテールついにゲットしたんで、完全初見でねやっていこうかなと思います。音楽は聞いたことあるんだけどね、やったことないから。昔々地球には人間とモンスターという2つの種族がいました。ところがある時、2つの種族の間に戦争が起きました。そして長い戦いの末、人間が勝利しました。人間は魔法の力でモンスターたちを地下に閉じ込めました。それからさらに長い時が流れ、イビト山2000年、それは登った者は二度と戻らないと言われる伝説の山でした。足を引っ掛けて落ちて、お着地して、上がれないよと絶対死んだな、あの高さだからね。ちなみに配信とか待って、僕オッケー、始める。落ちた人間に名前をつけてください。落ちた人間にしとく、何にしよう。はい、確定。おお、なんか出てきて、でっかい、なんかでっかくなってきた。すごい誇張されてる、なんか確定。お、なんかいいね。お、なんかマザーみたい、絵が。え？ああ、これ移動キーで移動か。あ、これあのさっきのオープニングムービーの落ちたとこか。移動がね、これ WSD できねえかな。これ移動キーなのね。マウスは使わない感じね。なるほどね。はいはい。お、え、なんか笑ってるんだけど。うわ、びっくりした。お前喋んのかよ。フラビ、お花のフラビさ、君はこの地底の世界に落ちてきたばかりだね。はい、そっか、じゃあさぞかし戸惑ってるだろうね。この世界のルールも知らないでしょ。知らねえ。そんな僕が教えてあげよう。準備はいい、行くよ。わあ、そのハートはね、君の魂、君という存在そのものと言ってもいい。はじめはすごく弱いけど、レベルがたくさん上がるとどんどん強くなる。ほう、レベルっていうのはラブ。ほう、つまりポケモンとかのレベルも全てこのラブから来ていると。なるほどね。欲しい。やった、ラブ注入やん。お花から、仲良しカプセルに入れてプレゼント。ほう、かわいいな。ええ、うおおおは、いや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 、おいおいおい、お前手のひら狂すぎん。それは怖いんだけど。え、この世界では殺すか殺されるかだ。え、すごいニコニコだったのに。は、こんな絶好のチャンスを逃すわけないだ。え？は？し、いやいやいや、ドストレートすぎだな、お前。死ねって。やばい。え、どうすんのこれ。は？え？なんかどこ飛んでた。誰？情けないわね。罪ない、罪もない子供をいじめるなんて。どなた、どなた。ゲス側だったな。怖がらなくても大丈夫。私はトリエル、この遺跡の管理員。毎日ここを見回って落ちてきた子がいないか確認しているの。人間がこの世界に来たのは本当に久しぶり。さあ行きましょう。遺跡を案内してあげる。あんな奴がいっぱいいんでしょ。信用なんねえな。
行く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 、おー行く、ついていっちゃおうかな。これ何これ、この光、そびえ立つ遺跡を目の当たりにして決意がみなぎった。 HP が増えた。あ、セーブあんじゃん。このキラキラだ、セーブポイントか。よし、相手反対側から行くから。さあ、あなたは今日からここで暮らす。いきなり遺跡の仕掛けについて教えておくのに。何何したらいいの。ここにはたくさんのパズルがある。侵入者を撃退する昔からの技術。部屋を移動するときはパズル解かないといけない。よく見てないといけない。4マスかな。ここは4マス。で、ここ。これね。先へ進みたくば迷いを捨てよ。真の勇者もろか者も、中間の道は誤って。ああ、この石のヒントってことが一応真ん中は踏むなよっていう。正しいスイッチを押さないといけない。印をつけといた。ほう、看板の前にずっと押すと読める。ひとたび道を定めたら心を変えることなかれ。道を変えるなと。水は入れない。すごい、なんかもうめちゃくちゃ強調してあるけどね。ほう、あー、この一応あれか、二択でなんかこれが罠みたいにワンチャン騙されるかもってことか。あとは人間なんかモンスターに襲われることもあるでしょ。そんな時にどうすればいいか知っておかないといけません。大丈夫、とっても簡単ですから。モンスターに遭遇するとバトルが始まる。バトル中はモンスターと仲良くする。え、バトル中にモンスターとおしゃべりするの。時間を稼いで私の助けを待って。おう、マネキン。マネキンが現れた。え、選べない、戦う。え、見えしちゃった。まだいるな、確かに。あ、なんか動ける。戦う、行動、マネキン、あ、話す、マネキン。マネキンに話しかけた。いや、弾まないだろ。トイレは嬉しそう。僕がマネキンに話しかけているところを見て喜んでんの、この子。なかったし。マネキンに話しかけたら勝利判定になったわ。それでいいの、上手にきた。人格が歪みそうだわ。確かに元からここにいたしな。もう一つパズル。なめんな、なめんな。お、え、不動言います。話せ。お、分析。アタック4、ディフェンス5。カイドマつらいよか、つらいのか。すごい目で見てる。威圧しただけで帰ってったけど。西の間は東の間の青写真。え、西の間は東の間の青写真。ほう、 お前最強かよ。こいつ最強だな。経験値ゼロだったよね、さっきから。
何ももらってないわ。あなたにパズルはまだ危険すぎる。舐めないと思うんだな。ちょっともうちょい出てきた。何もしてないけどね。お、でも次はすごく辛いお願いをしなければならない。おお、任せろ。逃げるな、お前。めっちゃ逃げられたわ。なんかあんだろ、どうせ。で、なんか来るってこんな何もないわけないよね。ね、長いけど。そういうことね。うわー、なるほどね。携帯渡しておき、やった。あざっす。待ってろって言われたから、これ待たねえ。待ってろって言われたら待たないといけない。待ってろって言われたから、ちょ待ってよ。これ何分待てばいいかな。もう待てません。待てないよ。お、モンスターとのバトルのことでいいこと教えてあげるけど、何か特別な行動をとったり、戦って相手を瀕死の状態にすると相手が戦う意思をなくすことがあるけど、モンスターが戦いたくなさそうにしていたら見逃してあげてほしいけど。お、なるほど。グルースをさっき襲ってきた。確かに。なんだこれ。わー、やったわ。やったな。やったわ。完全にやってる。わ、グルースを来た。落とそうぜ。おー、怖がってる。何これは。避ければいいの。あ、見逃そうぜ。やったな、金もらった。逃がした、金もらったわ。あ、持ってた。避ければいいのかな。どっちなの。トイレです。特に深い意味はないんだけど、どちらか選ぶ。特に深い意味はないんだけど、どちらか選ぶなら、シナモン、それともバタースコッチ。僕はシナモンです。はい。こいつなんかよくわかんない電話してる。そうだね、多分避ければいいんだよね。念入りだね。はいはいはい。いえいえ、何の質問かわかんないけど。冷え切ったシナモンパイ。灰色の岩、4つのうち3つが押せることの1個押せることを望んでない。これはいい。フロギー、こいつは脅せ。見逃したぞ。あー、また落としやな。あ、ごめんなさい、踏んじゃったわ。思いっきり踏んでた。倒す、倒していいのかな。おお、経験にもあった。でも倒した方がいいじゃん。なんか逃がしてあげてって言われたけど、倒した方がよくね。今まで全部逃がしてあげたけど。落ち葉踏んじゃダメか。おっと、これは一回褒めてみるか。お、うまい。おい、来た。
またか。あ、落ち箱で踏みすぎると良くないのかな。なんかなんかあれですよ。あー、はい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 、なるほどね、そういうことか。なるほどね、そういうことね、そういうことか。泣き虫は慰めよう。よし、わかったわかった、落ち葉は踏まないでって、そういうことね。マジか、一番右か。オッケー。